勝。美術館で男に声をかけられた。若い女の子が一人で美術展にいると、うんちくを語ってナンパしてくるおじさんがいると聞いていたけれど、実際に会ったのはこれで二度目だ。男は頼んでもいないのに延々と話し続け、こちらが無視していてもずっとついてきた。オーディオガイドを頼めばよかったとつくづく思いながら、私は絵を順番に見ていった。このあとお茶でもどう？展示室から出た途端に男が言ってきた。は？君は見どころがあるから、もっと美術とか芸術のことを教えてあげるよ。はあ。どう？じゃあ。私は男と美術館に併設されたカフェに入った。3店ある中の2番目にカジュアルなところ。僕はね、コーヒー。君は？じゃあキャラメルマキアート。ケーキは？いいです。さっきから値段にケチをつけていた男は満足そうに笑った。君は？女子大生？いえ。女子高生じゃないよね。はい。男がほっとしたのを私は見逃さなかった。確かに今日の私の格好は少し幼く見えても仕方がないかもしれない。淡いピンクのニットに合わせたコーディネートでかなり甘めだ。男は30代半ばといったところか。服装は彼が若い頃におしゃれだと言われていたものだろう。運ばれてきたキャラメルマキアートを見て、また男はニヤニヤと笑った。いいね。男は近くの席の OL っぽい二人組をこっそり指さした。ああいうのを頼むのはね、おばさんだよ。二人はクリームとベリーがたっぷり乗ったパンケーキを前にはしゃいでいた。ああいうのを頼むと可愛く見えるって勘違いしてるんだな。へえ。僕はね、女の見た目には騙されない。そうなんですか？いくら若作りしてても細かいところに年齢って出るんだよ。気づいていないのは自分だけでね。僕はね、そういうのちゃんと見てるから。じゃあ、あの人たちはどうですか？私たちのテーブルの近くに30代前半と見られる上品そうな女性3人組がいた。あれはばあさんだな。理由は？紅茶とケーキって選択がまずばあさんっぽい。それもチーズケーキなんて難しい名前のケーキはわかりませんって言ってるようなものじゃないか。他には？膝にハンカチを敷いてる。ああいうことをするのはばあさんだ。どうだと言わんばかりに男は鼻を鳴らした。そうそう、君が頼んだようなメニューは年寄りには頼めない。
そんなことないと思いますけど。私は軽く反論したが、男は全く聞いていない。君と彼女たちは、まず肌の色つやが違うから。オーダーしたものとか仕草でもわかるけど、やっぱりいくら外見が若く保てるようになったからといっても、肌の張りなんかが微妙に違うからね。僕くらいになると、見ただけでわかるよ。ふんぞり返った勢いで、足がテーブルの足に当たり、キャラメルマキアートがソーサーの上に少しこぼれた。私は先ほどのパンケーキの OL 風二人組を見た。あのパンケーキは今日始まったばかりの展示作品とのコラボメニューで、美術館のホームページ以外では若い女性向けの雑誌でしか取り上げられていない。3人組の方は有名な賞を取ったこのお店のチーズケーキが目当てで来ているのだと会話からわかる。膝に敷いたハンカチは確かまだ日本に入ってきたばかりのハイブランドで、都内の高級セレクトショップでしか手に入らないものだ。つまりかなりアンテナの感度を良くしておかないと彼女たちのような行動はできない。このカフェにいわゆる年配の人はいない。ここだけじゃない。この国のどこに行っても、見た目が50代以上の人はめったにいない。男性や子持ちの主婦だと30代から40代前半の人もいるが、大半は20代だ。女性だと10代も結構いる。科学と医療技術の進歩によって、私たちは見た目の年齢を自由に変えることができるようになった。その結果、私の目の前にいる男のように、見た目と実年齢の差を見極める方法を探したり、それによって相手を誹謗中傷するようなものまで現れた。昔、整形している美女が嘘をついているといったような扱いを受けていたのと一緒だ。でも彼らには大事な視点が抜けている。ただ外見の見栄を張りたいだけなら、見た目の若返りはここまで普及しなかっただろう。この技術によって一番恩恵を受けたのは老人たちだ。外見を若返らせるためには体型も若返らせなければならない。そのために骨や筋肉も若い頃に戻る。老いによる慢性的な体の痛みに耐えてきた人たちにとって、この治療は受けない理由がなかった。見た目がどうこうよりも自由に動ける体、それが大事だった。しかしこの治療が若返らせることができるのはあくまでも外見に関わる組織だけ。いくら見た目が20代30代でも、脳は実年齢のままで確実に年を取る。男はさっきから本物の若者の見分け方を延々と話し続けているが、実はもう同じ話を3周している。見た目は30代半ばだが、実際はかなりの高齢。かわいそうに、自尊心ばかり高く切れやすいじいさんをおだてて持ち上げてくれる、あわよくばスケベ心も満たしてくれる相手を探してこんな場所まで出てきてしまったのだろう。そろそろ男の話が4週目に入ろうとした時だ。ああ、いたいた、お父
さん、ダメでしょ、こんなとこまで来て。20代半ばと見られる女性がカフェの中に乗り込んできた。あんた、誰だよ。男は怒って、女性の手を振り払った。嫁の、ゆう子です。さ、帰りましょう。知らん、あんたなんか知らん。男が暴れ出したので、店の男の人が数人で無理やり外に連れ出した。客は見て見ぬふりをしている。どうもすみませんでした。優子は私に頭を下げた。せっかくの美術展なのに最悪な気分だわ。私はピシャリと言った。はい、すみません。ちゃんと見ていてちょうだい。すっかり気がめいった私は店を出た。店の外で息子や美術館の職員に押さえつけられながら車に乗せられる男を見てため息をついた。カフェにいた他の女性たちの実年齢はわからない。実際に中年であり老年だったかもしれないけれど、彼の言っていた意味でのおばさんやばあさんかというと違う。感性のアップデート、それがされていない親父がいかに多いことか。人の振り見て我が振り直せではないが、私も気をつけなければ。すっかり不機嫌になった私を気遣ったのか、優子はまた頭を下げた。本当にすみませんでした、お母さん。ちゃんと気をつけてね。これで二度目よ。私は気晴らしにもう少し散歩して帰るわ。はい。嫁の優子はそこでクスッと笑った。何がおかしいの？だってお父さんったら2回も施設を抜け出して2回とも美術館でお母さんをナンパしてるなんて、よっぽどお母さんのことが好きなんですね。どうだか。確かに若い頃は二人でよく美術館に行った。私の顔なんてきれいさっぱり忘れているくせに、そういうことだけ覚えているのが腹立たしく、そして少し悲しかった。